こんにちは、こんばんは、駿河です。今日は T シャツをアイロンでプリントしたいと思います。この企画は動画出演のための T シャツを作りたいと思って企画しました。今日は自分の部屋で作業をいたします。で、こちらの方に物品を用意しました。ご覧ください。はい、このようなものを準備しました。伸びる素材アイロンプリントペーパーをパソコンを使って印刷したのがこちらになります。こちらの、ね、印刷するのは Windows のペイントソフトを使って、でプリンターで印刷しました。これでできて、ハサミで切ったものがこちらになります。いちちゃんチャンネルです。これを早速この仕上げシートを剥がしていきたいと思います。この仕上げシートをこちらにこうしまして、アイロンをかけていきます。この時に気をつけてほしいのは、必ず 中温にしてください。で、だいたい120度から140度程度でやります。十分アイロンをかけましたので、これで3分ほど待ってみます。今回は T シャツ作りに失敗をしてしまいました。アイロンをかけた時に、アイロンで置いた時間が長すぎたせいで、うまく剥がせずに、それでそのまま少し剥がしたんですけど、でもまあちょっと剥がしきれないということで、今回はこれで失敗しました。なので、これの T シャツは使いません。で、皆さんもお気をつけください。こういうふうに失敗しないようにお気をつけください。ご視聴ありがとうございました。下の方に、チャンネル登録のボタンがありますので、ご登録の方、よろしくお願いします。